はいどうもこんにちは、ゆこれです。いやちょっとね、昨日ランダンでさ、夜更かしててランダンやりたくて寝てなかったから、寝起きでちょっと今動画撮ってるんですけど、なんかすごい情報がいっぱい来てて、今から話していこうと思います。非常にテンションが低いです。ゆうこれといえば動画が早いのが唯一のいいところなのに、ゆうこれが動画遅かったら需要がないんじゃないかという、まあただこの今この僕の解説を聞いてくれてる方がいるとすれば、僕はあんたのことが大好きですね。はい、ということでやっていきましょう。チャンピオンオールスターズコラボ決定です。はい、7月29日から8月12日まで。やっ、よし、チャンピオンズ来たな、よし来たな、チャンピオンズは、チャンピオンズは来たと。あとなんだ、あとなんだ、デビルメイクライか。よし、デビルメイクライから待ってんぞ、早く。おい、デビルメイクライいつなんだよ。マジで、俺のコメント欄がコラボ来るためにデビルメイクライコラボまだですかってコメントで溢れてるから。マジで運営さん頼むぜ、デビルメイクライコラボ。もういい加減 DMC まだですかってコメント飽きたんだよ、コメント欄の。いや、もちろん言ってる人の気持ちはわかるからね、当然。で、俺は、その人が言ってる人が悪いって言うんじゃなくて、デビルメイクライコラボをまだ実装しない運営が悪いと思ってるから。うん。いや、もうそっち派だから、俺は。うん。で、まあ、アシスト進化はあるのかな、多分。ちょっとごめんなさい、僕チャンピオンズあまり知らないんですけど、アシスト今見えないのか、まだ。アシスト進化も一応実装される予定ってことですね。これ全部アシスタンじゃない？もしかして。あ、ないわ、イカ娘はないんだ。なんか、アシスト進化もあるにはあるっぽいですね。5体ぐらい。ということは、スライドか。アシスト進化も実装されるってことだから、結構いいガチャになりそうだけどね。石5個で来るなら結構いい感じになると思う。まあ石10個ガチャでコラボってあまりないから、モンハンくらいだよね、多分。だからまあいいガチャになるとは思う。5個か6個だとね、多分。まあ6かなって、もさすがにまあ続行へ続くという感じになってます。はい、でこっからですね、パズルがかなり変わるんですよね、今回。まずこちら、あ、待って、どうしよう、こっちからでいっか、もう開いちゃったし。裏極限の闘技場に新フラー登場と。はい、テクニカルダンジョンの裏極限の闘技場に、新フラー裏異形の存在が登場。まあ、これね、パズラって今一番難しいダンジョン裏闘技場2だったんだけど、もうね、 YouTuber の方とかが、簡単に、初見とかで、まあ、新キャラ使ってみたっつって、初見じゃないな、新キャラ使ってみたっつって裏闘技場余裕で勝てるような時代だったんですよ、裏闘技場2って。もう余裕だったんですよ、今の時代、正直。だから裏異形の存在結構面白いと思う。まあ、異形ってことだから、どんなキャラ出てくるかって言われたら、やっぱりまあね、異形のキャラとしか情報修正されてくるのかなって考えたら、かなり楽しそうだけどね。まあ、あの、勝てるかどうかは別として、めちゃくちゃ面白そうだけどね。まあ個人的にはかなり環境も変わると思うので楽しみって感じです。はい、そして道中では潜在タムドラ、神キラー、攻撃キラーなどの貴重なモンスターがランダムで登場。最悪では炎ピーや虹ピーなどがランダムで待ってる。そうだね。ダンジョン途中でクンプーなどの他に、旧毒の魔覚者ガスよ。お。ってことは、まずクンプーとか相手出るんだ。やっぱ、そうなんだ。あそこら辺結構勝つのきついけどね。みんなゼブンって知ってる、ゼブンっていう。ゼブンっていうキャラ知ってるみんな。毒が1ターンなり振りやすくなる、1ターンだっけ、振りやすくなるっつって、えぐいぐらい毒振ってくるやついるんだけど、そういうキャラもまあ来るということか。へえ、じゃあやばいね、えぐいね、マジで。毒目覚め対策必須じゃん。なるほどね。裏闘技場は魔石竜の大洞窟の虹色の、あ、じゃあこれはまあ別にいいか、普通に裏闘技場が来ますよって感じで。はい、ガスロの性能なんだけど、こちらバインド耐性2つ、スキルブース、スキル封印耐性、指延長2つ。あ、何これ、毒のなんか上昇マークだね。ツーベイか。ちょっと待って。書いてるよ。ちょっと待って。多分ね、こっちに書いてると思うんだよね。毒のなんか、毒ドロップのハグ。毒ドロップが落ちてくるようになり、毒か猛毒ドロップを消す攻撃力が上昇する。毒が落ちてくるようになる。毒が落ちてくるようになる。7色盤面ってこと？へぇー。なるほどね。毒が落ちてくるようになるんだ。で、スキルは回復ドロップを毒に、光ドロップを闇に変化。で、5ターンか。いいね。リーダースキル、悪魔タイプの全パラメーターが2倍。毒ダメージを無効化。毒か猛毒を5個以上つなげて消すと攻撃力が8倍。256倍。だけど、どうなんだろうな。これは経験なしか。まあまあでもそうだけど。毒が5個、どうなのか。ただ毒ダメージは無効化。
いや個人的にね、毒ダメージ無効化が一番でかいと思ってて、何かしら使えるよね絶対。毒無効化使えないわけないよね、絶対使い道でそう。いやおもろそうこれで、アシスト武器が毒耐性3つとで、スキルが1ターンの間回復と毒ドロップが少し落ちやすくなって3ターンの受けるダメージを軽減と、まあ、毒目覚めですね。で8ターンですね。はい、アスロはちなみに小学生ツーウェイ雲耐性無効化って感じになってます。かなりおもろそうだね。そしてこっからも神アップデート、まずはバージョンジョナテさんのトレード方法の調整をします。これ、トレード条件が変わります。はい、ランク110以上で機能開放で、フレンドになった直後からランク110のフレンドとトレード可能。これ本当にね神。いや今のパズドラって30日トレードにかかってたんだけど、なんと無条件でトレード可能になるから、例えばいやマジでやべこのキャラめっちゃ欲しい、お願いちょっとマジで助けてよ、でトレード側の人もいやマジで助けてあげたい、いや俺はマジでお前にこれをあげたいけど30日の壁がみたいなのが今まであったんだけど、まあ、これがなくなって、あいいよあげるよ、あマジでありがとう、じゃあフレンドになろうぜっていうのができるようになるという感じで、かなりこれはありがたいですね。でそれできる基本条件としては同じレアのモンスターで交換可能のキャラで、売却時に得られるモンスターポイントが100未満、まあ、これは変わりませんね。はい、ただまあランク110の人と即トレード可能、神だね。でトレードに出す方法も変わります。はい、トレードから出せます。フレンドのミカ全体に公開化で、交換希望のモンスターを選択して出すことができると。で、希望したモンスターのうち5体のうちトレードが成立した1体と交換になると。はい、まずこんな感じでトレードをまずモンスター選ぶことができるんですよね。はい、例えばオルファリオのパーツが1体でも欲しかった場合はオルファリオのパーツ5個選んだりとか、まあ虹ピー、間違えた、炎ピー、水ピー、モックピーみたいな感じが欲しかった場合はその3体選ぶことができると。最大5体まで選ぶことができます。はい、でトレードに5体まで出せると。でかつこちら欲しいモンスターも5体まで選べるんですよね。でしかもこれちょっと難しいところであるんだけど、あのねこんな感じ、もうまさにちょっと説明むずいから分かりやすく言うと、こんな感じで欲しいモンスター5個選んで自分が出すもんで5個選べるんですよ、モンスターを。で相手もどれか1個でも欲しいキャラがいたら交換しようってなるから、圧倒的にこれが交換がしやすくなる。うん、今まで1体しか出せなかったからね自分側だから、まあこれはかなりでかいと思う。でトレード条件を公開するとトレード画面で自分が設定したトレード内容が表示されるようになると。はい、でトレードは最大3枠まで設定可能、めっちゃ便利じゃん。あと3個出せるんだ、あじゃあさらにみんな出しやすくなると、神だね普通にこれ、やばやばいな。まあ、トレードがこんな風にできるようになるという形で、ちなみに一応ね、探す場合トレードしたいなって場合は、そのね選ばれた中からキャラを選択してでは交換してあげるというので OK です。はい、こんな感じで相手の中で一体欲しいのを選んで交換できるとなってます。はい、すごいねこれ、超便利じゃん。はい、そしてモンスター交換所の仕様が少しだけ変わります。交換する際に30体まで一括交換が可能になると。いやこれ普通に神だね、やってやりやすくなると。でモンスター図鑑でモンスター名検索が追加されますと。はい、モンスター名これ地味に便利ですね。で何体か編成フロアの潜入方法を調整します。4体か編成で5体入ってる場合は、例えば1体勝手に無効化してくれるようになりました。パーティー調整しなくていいだけ便利だね。はい、で王冠の種類を新たに追加しますと。はい、なんかちょっとこれ気になるあれではあるんだけど、まあ、とりあえず王冠が増えると。でモンスターボックスの最大数が拡張されますと、6000から7000になります。はい、フレンドは拡張されなかったですね、こんだけいっぱいあるのに。覚醒スキルが追加されます。暗闇耐性プラス暗闇攻撃を無効化、お邪魔耐性プラスお邪魔攻撃や爆弾攻撃を無効化、毒耐性プラス毒攻撃を無効化、お邪魔ドロップの加護、お邪魔ドロップが落ちてくるようになり、お邪魔ドロップを消す攻撃力がアップする、毒ドロップの加護、毒ドロップが落ちてくるようになり、毒化も毒ドロップを消す攻撃力がアップすると。でこれね、ね一応言っとくと、多分暗闇お邪魔毒すべて無効化って書いてるんで、多分5個持ちと、同じ効果持ってると思います。多分これ1個で5個と同じ効果持ってると思います。そんぐらいやばいやつですね。なんか5年後ぐらいには暗闇耐性プラス、お邪魔耐性プラス、毒耐性プラスとか来てそう、わかんねえけど。で覚醒スキルの、軽減の効果を情報修正しますと。はい、そして覚醒スキルのアイコンを変更しますという感じで書いてますね。まあ、つまり非ダメージ軽減とかそういう系は情報修正入るんで、無効パーティーとかまた入るのかな、もしかしたら。
はい、でこちら覚醒スキルですね。超内が回復ドロップを33の背負けで消すと攻撃力がアップして99ダメージの追い打ちになったんですよね。でこれ99ダメージの追い打ちって追い打ち目的だといらないんだけど、99ダメージ入ることにいいところがあって、言うならランキングダンジョンとかで100以下のダメージを無効化ってキャラに超追加攻撃したら1体で99、2体で198、3体で297入るんですよね。でこれがかなりそういう目的で使われるのかなと思ってる。うん、99ダメージっていうのは、まあ、HP 着火とか、まあ、アイコン変わるだけですね。はい。で、ダメージ軽減の覚醒スキル情報修正に伴い、モンスターの調整を行うと。まあ、1個減らさないとバランス崩れちゃうからってことかな。はい、5個持ちが4個になってますね。で、アザゼルなどのスキル調整。アザゼル、一旦の間、チーム内の暗闇耐性の覚醒に応じて攻撃力が上昇。んで、これが、暗闇耐性プラス5個分で加算に変わるので、やっぱこれ5個持ちになると思うね。暗闇耐性とか。まあ、トレードも仕様変わるんで、かなり便利だと思います。はい、これが今回の情報修正になっております。ということで、今回は動画終わりにしようと思います。参考になったらチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。じゃあ最後、忙しい方向けやっていきます。はい、チャンピオンズコラボ来ます。僕チャンピオンあんまわかんないんでね、こんな感じでキャラだけ見せておきます。アシスト武器もあるようなんで、かなり面白そうですね。はい、こんな感じです。アシスト武器もちゃんとありますね。今見えないけどね。はい、一応楽しみですね。はい、そして、バージョン 17.3 のアップデート情報いきましょう。はい。まず、トレードの条件、トレード方法が変わります。フレンド直後からトレードできるようになると。フレンドだったら、その日からトレードできるんで、今までみたいなめんどくさいことにはならないと。で、かつね、トレードもちょっと変わります。はい。最大5体まで希望モンスターを選ぶことができると。前まではね、1体しか選べなかったんで、何が欲しいかって。神キラー1個だけとか選べたんだけども、これからは悪魔、神、マシン、ドラゴン、攻撃みたいな感じで、キラーとかを選ぶことができると。はい、こんな感じで。相手から5体募集できるのは変わらないんだけど、自分側でね、5体出すことができます。はい。で、しかもなんと 17.3 アップデート後よりトレードは最大3枠まで設定可能。今まで1個だけだったと思うんだけど、なんと3個出せるようになると。つまりフレンドランの、募集中のモンスターを探すという場所もかなり潤うと思います。いいね、3枠出せるのはでかい。トレンド出したモンスターは自分のモンスターボックスから役立つとか当たり前で。はい、で、募集側もね、相手のキャラから1体選んで自分のモンスターと交換することができると。はい、こんな感じで。で、10万コイン出してトレードって形になりました。かなり便利ですね。まあ、トレード枠が拡張される上に、なんと、5体好きなキャラを出せる。もういろいろと神でしかないんで、しかもその日からフレンドで、トレードできるということで、もう便利ですね。で、モンスター交換所で一部モンスターの一括交換が可能になりますと、はい。モンスター交換所で30体まで一括交換できます。これでまあ、ポチポチしなくていいですね。30回分省きますね。はい。で、モンスター図鑑でモンスター名検索が追加されると。はい。こんな感じ。地味便利。何体化編成のフロアの潜入方法を調整します。5体化編成とかの場合だった場合に、あ、違う、4体化編成ですね。4体化編成とかの場合だった場合、5枠目は勝手に消してくれると。で、勝手に消してダンジョンに入ることができると。まあ、地味に便利ですね。はい、で、王冠の種類を追加と。はい、で、モンスターボックスの最大数が拡張6000から7000になります。はい。で、覚醒スキルが追加されます。暗闇耐性プラス、王者も耐性プラス、毒耐性プラス、王者もドロップの加護、毒ドロップの加護。王者もドロップの加護と毒ドロップの加護は、毒と王者が振りやすくなるんですよね。で、しかも王者も消したり、毒を消したりすると攻撃力がアップするっていうね。まあ、毒ダメージを無効化っていう新キャラが出るので、後で紹介しますが。まあ、その経由で出てます。はい。で、暗闇お邪魔毒耐性プラスに関してなんだけど、これね、全部無効化って書いてるんで、なかなかやばいっすね。暗闇耐性プラスの場合、暗闇耐性5個分の効果持ってるんで、まあ、4個持ち武器も出てるしね、普通に出てくるでしょう。とんでもないっすね。はい。そして、覚醒スキル、超追加攻撃、火ダメージ軽減、水ダメージ軽減、木ダメージ軽減、光ダメージ軽減、闇ダメージ軽減の効果を情報修正と。はい。超追加攻撃は、ダメージ99の追い打ちになります。で、これに関しては、まあ、追い打ちで99はいらないんだけど、99ダメージ、超打ちで入れれるんで、ランキングダンジョンとかで使える可能性があるかな。100ダメージ以下を無効化とかだったら、全然使えると思う。はい。で、まあ、軽減系もね、なんか上がるんで、そのついでにね、ホライとかエルトラとか、ここら辺も全部1個枠は減ってますが。まあ、実質軽減が情報修正入ってるだけなんで、そんなに変わりません。はい、そんな感じです。で、アザゼルのスキルが情報修正、まあ、スキルが情報修正っていうか、暗闇耐性プラスは5個分で加算ということで、反映されてますね。やっぱり暗闇耐性1個に、あ、間違えた、暗闇耐性プラス1個で、暗闇耐性5個分の力を持ってるということで、やばいですね、なかなか。手札に新たなダンジョンが追加と。はい。裏異形の存在が登場します。はい。これがね、やばいっすね。うん。道中でクンプーとか出現すると。で、しかもガスロも出現しますというと、なかなかやばいっすね。で、新キャラガスロがこちら。まあ、まさにさっき言った毒ドロップの加護が覚醒についてますね。で、リーダースキルに関しては悪魔タイプの全プラが2倍、毒ダメージを無効化、毒化、猛毒を5個以上つなげて消すと、攻撃力が8倍と、かなり面白いですね。毒ダメージ無効化っていうね。まあ、256倍出るので、全プラ4倍で。強いっすね。かなり。
で、ガスロの武器が毒耐性3つに HP 強化と。で、1ターン内で回復と毒ドロップが少し落ちやすくなる。3ターン内で受けるダメージを軽減って形になってます。はい、許可癖こんな感じ。っていうのが今日のね、発表された情報修正になってます。とにかくトレード機能の情報修正が神、圧倒的に神っすね。で、モンスター交換の地味にありがたいしね。そんな感じになってます。はい、ということで参考になったらチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。